どうも、こんにちは。ひろげです。はい。えっ、ー、と、今回タイトルの通りなんですけど、えー、私、ひろげ、一級建築士の学科試験に受けてまいりました。えっ、ー、と、まあ、ああの、先に言っておきます。えっ、ー、と、今年の一級建築士の学科試験は、 あーすいませんでした。あの、落ちました。もうすごい一言簡単に言うのであれば、まあ、それはみんな一回は落ちるわなっていうぐらいの難易度でした。えっと、某資格学校の総評によると今年は、まあ、去年とそんな変わらないぐらいだったんで、まあ、いわゆる平年レベルだったんですけど、多分もうほとんどの人知ってると思うんですけど、一級建築士の試験って日本の国家資格の中でトップ10に入るぐらいの難しさなんで、いや、もうそれはもうみんな難しいって言うね。まあ、とりあえず一級建築士の学科の合格基準知らない。 方いると思うのでまあ簡単に説明させていただきますと1級の学科は計画と環境設備と宝器と構造と施工があります点数の内訳は計画環境設備でそれぞれ20点ずつで宝器と構造で30点施工が25点の全部で125点ですで2級建築士同様それぞれ足切り点があって計画と環境設備が11点で宝器と構造が16点で施工が13点でなおかつ90点以上取ることが1級の学科の合格点ですあのちなみに今年の結果はこちらですとず 計画と環境設備と放棄は、まあ、なんとか基準点を超えたんですけど、構造と施工の基準点がちょっと超えられなくて、あと合計点数が69点だったので、あの、まあ、見事にボロ負けしました。今回の勉強方法なんですけど、某資格学校のあの、一番安いあの、10万以下のプランを使って、ほぼほぼ独学で挑んだんですけど、まあ、とりあえずあの、独学で、まあ、とりあえず半分以上取れたのは、まあ、自分の中では結構よく、まあ、頑張った方なんじゃないかなって思っております。 一、まあ、一応まあ今年年ののの失敗を踏ままえてて、まあ、来年の一挙の学科に挑もうと思っておりますはい、ということで、今年はちょっと残念な結果にはなったんですけど、あの、決して僕は、あの、今回の試験落ちただけで、あの、落ち込んだりはしてないんで、とりあえず、一級の学科って、もう、大抵、一回落ちて当たり前だよってみんなすごい言ってるんですけど、まあ、それが、もう今年でようやくわかったので、とりあえず、まあ、来年に向けて、まあ、とりあえず頑張りたいと思います。とりあえず、一級の学科が終わったんで、あの、11月に開催される、主催のレゴオフ会に、まあ、ちょっと力を入れたいなって思っております。 で、あの、一応動画なんですけど、動画は8月ぐらいからま再開しようと思っております。はい、以上、ひろげでした。ありがとうございました。